マーク・ジャクソンはアメリカ合衆国の元バスケットボール選手。ニューヨークシブルク・リンク出身。NBA のニューヨーク・ニックス、インディアナ・ペーサーズなど7チームでプレーした。ポジションはポイントガード。身長191センチメートル、体重84キログラム。2011年から2014年までゴールデン・ステート・ウォリアーズのヘッドコーチを務めた。1987年に セント・ジョーンズ大学を卒業し、ドラフト一巡目18位で、ニューヨーク・ニックスに指名され NBA 入りした。ルーキーシーズンは、平均13.6得点、4.8リバウンド、10.6アシスト、2.5スティールと活躍し、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを受賞。新人王を受賞した歴代の NBA 選手の中で、最も指名順位が低い選手だった。二年目には、 キャリア唯一のオールスターに出場した。ニックスではパトリック・ユーイングラとプレイし、カンファレンスセミファイナルまで進んだ。1992年には3チーム間のトレードでロサンゼルス・クリッパーズへ移籍した。クリッパーズには2シーズン在籍し、ダニー・マニング、ロン・ハーパーらと共に1年目はプレーオフに出場した。1994年にはマリック・シーリーや エリック・パイ・カウスキーラとの交換でインディアナ・ペイサーズへ移籍した。1996年に一旦デンバー・ナゲッツに放出されるが再びトレードでペイサーズに復帰した。2000年にはペイサーズの NBA ファイナル進出に貢献した。2000から01シーズン前フリーエージェントとなったジャクソンはトロントラプターズと契約した。しかしシーズン途中にまたもやトレード、 フルスのニューヨークニックスで2シーズンプレーすることとなった。2002年にはユタジャズと契約し、アシスト数歴代1位のジョン・ストックトンと2位のジャクソンが同じチームに在籍することになる。ジャズ時代に1万アシストを達成。2003から04シーズンは ABA のラスベガス・ラットラーズ、ヒューストン・ドケッツに所属した後、引退した。引退後は、 ニュージャージーネッツの解説者として活躍し、2011年、コーチ経験はなかったが、ゴールデンステートウォリアーズのヘッドコーチに就任した。2013年、2014年と2シーズン続けて、プレーオフに進出したが、2014年、ファーストラウンド敗退後に解任された。ポイントガードでありながら、ジャンプシュートはあまり得意ではなく、体の幅を生かした、ポストプレーから、フックシュート、 あるいはパスアウトで味方を活かすことを得意としていた。リーダーシップがあり、ゲームメイクも上手い、パス優先型のガードとして長年活躍し、アシスト数は歴代3位まで達し1323アシストを記録した。b a s k e t b a l l r e f e r e n c e c o m ありがとうございます。